皆さんこんにちは。インスパイアの久田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、最近非常にセミナーとしてテーマが多いですね、インスタグラムで新規客を獲得し LINE アットでリピートさせる方法のですね、セミナー映像をですね、ようやく収録できまして、今回教材販売をしたいと思いますので、その話をですねしていきたいと思うんですが、今回は3時間丸々2時間59分でしたの映像をですね教材として販売したいと思うんですが、それに先駆けましてちょっとですねお話ししたいことがあります。ではまずこちらのスライドをご覧ください。はい、インスタグラムで新規客を獲得し、LINE アットリピートさせる方法、今年本当に講演が多かったテーマなんですけど、やっぱり何と言っても、インスタグラム、LINE というですね、2つのソーシャルメディア、まあ、今最も注目されていると言っていい、2つのソーシャルメディアについて学べるっていうことと、そして、新規客を獲得する、そしてリピートとですね、まあ、企業にとって、やっぱ集客とリピートというこの2つのね、こと、この4つのことが一気に学べるとなればですね、きっと聞きたいテーマなんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、今回このテーマでさせていただきまして、よく最初の話をするのは、インスタ、LINE、これだけでそれぞれ2時間か3時間ずつ欲しいし、集客やリピートだけでも本来それだけで2時間3時間欲しいのを、4つのね、皆さんが聞きたいテーマを4つ合わせて3時間で話すっていうことは、かなりね、ちょっと無理があるんだけど、でもそれだけ濃い内容を今日皆さんに伝えしたいということで始めるんですね。で、その最初に出すスライドに、まあ、表紙ですね、こんなものがあるんですけど、まあ、今のソーシャルメディア界隈どうなってるかっていうことで、世界では Facebook が20億人で1位ですと。で、第2位が YouTube の15億人。そして、インスタグラムの8億、Twitter、これ 3.2 億になってますけど、まあ、正確には今 3.1 億ですね。3.1 億があって、LINE の 2.1 億みたいな感じ。まあ、これ以外にもいろいろあるんですけどね。で、国内においては、LINE が7000万、YouTube が5500万、そして、Twitter 4500万、Facebook 2700万、インスタ2000万というふうになっていると。こう見ると、世界の1位 Facebook に対して、日本は LINE だし、まあ LINE っていうのもちょっと変なんですけどね。まあ、感じだし、世界で、Twitter は 3.1 億しかいないのに日本4500万とか、世界と日本でちょっとですね、違うんだよって話をよくいたします。で、まあ最初に話をするのは、その Instagram っていうサービスは Facebook が買収したサービスであると。Facebook は Instagram っていう会社ができて、サービスをリリースして2年以内に、まだユーザー数が8000万しかいない時に買収をしているんだということをよく話をします。で、それが2012年かなの話なんだけど、それから5年の間にユーザー数が8億に増えたということ。同じような話として出てくるのが Google です。Google は YouTube ができて2年以内にやはり買収をしています。その時のユーザー数も少なかったんだけど、今では世界15億人が使うものになっているということです。で、この2つの、Facebook、Google、2つのね、2大 IT 企業の、買収劇っていうのが有名ですけど、でもこの2つの買収劇は、違ってるところがあるんだよっていうことが実はミソなんですね。まず最初に買収劇を行った YouTube の方なんだけど、YouTube っていうものは、当時、Google がYouTube より先に1ヶ月前に Google ビデオっていうサービスをやってたんですね。つまり、Google 自身による動画の共有サービス、動画のソーシャルメディアっていうのをやっていました。ところが、その1ヶ月後に出た YouTube の方が人気が出てしまって、当然ユーザー数でも、負けてしまったと。で、これはやばいぞということで、その後発に出た YouTube っていうものを買収したわけです。で、買収後、しばらく Google ビデオっていうサービスと YouTube っていうサービスは、二つ、両方ですね、存在していたんですけど、そのうち Google ビデオをやめてしまって YouTube 一本に統合していきます。つまり Google 側としては、Google カレンダーとか、Google、Google プラスとかですね、
Google なんちゃらっていうね、Google マップとか Google なんちゃらっていうサービスにしていきたいところを、Google ビデオにせずに YouTube に残したっていうことは、そのぐらい YouTube っていうブランドっていうものが、やっぱり、もう根付いていたので、残さざるを得なかったということですよね。同様にですね、Instagram っていうサービスも、Instagram っていうブランドを残したという点では一緒かもしれないですよね。Facebook にしなかったっていうことは一緒かもしれないです。ところが、大きい違いとしてあるのは、何かというとですね、この YouTube っていうのは、Google ビデオっていうのがあった、これを、自分たちが、うまくユーザー数を伸ばせなかったので、YouTube を買収することによって、自分たちの動画共有サービスを強化したために、買収したということです。では、Instagram はどうだったかって話なんですね。Instagram はサービスが2010年に始まって、その2年後の2012年に買収をしているんですが、買収しましたと、新しいソーシャルメディアが出てたから買収したんであれば、本来であれば、Facebook と Instagram っていうのは、Google がやったと同じように、統合してもいいはずなんですよね。2つのサービスを統合してもいいはずなのに、なぜ統合していないのかということです。つまり、Facebook 社の狙いとしては、Google と違っていて、自分たちは Facebook っていうサービスをやってるんだけど、Facebook っていうソーシャルメディアでは補いきれないことを Instagram っていうサービスができるっていうことに気づいたので、だから Instagram っていうサービスを残してるわけです。つまり、皆さんがよくやっている Facebook の投稿と Instagram の投稿を同じようなことを挙げるっていうことは、本来 Facebook の買収した時の意図とは違うっていうことがわかりますかね。もっと言えば、Instagram に投稿した内容を Facebook に連動で流してるっていうのも本来おかしいんですよね。もっと言えば、Facebook でやってた人が、これからはインスタ時代だっていうことで、Facebook をやめて、Facebook でやってる内容をインスタで上げてるっていうのも本来おかしいんですよね。つまり、その会社の意図っていうのをちゃんと汲み取っていないと、その何のために買収したのか、で、その買収した目的に合わせて、やっぱり SNS っていうのは使っていかないとですね、やっぱりチグハグになるわけです。では、どういうようなことを持って、Instagram っていう会社を Facebook は買収したのかっていうことなんですね。で、ここでちょっと考えていただきたいことがあるんですけど、例えばソーシャルメディアっていうものがあるときに、ソーシャルメディアはよく、ソーシャルメディアとは何か、そしてそれぞれのソーシャルメディアの特徴っていうものをセミナーで最初に話をして、SNS ね、これこれの SNS はこういうとこが特徴なんですよって話をしたと、必ず次に言うこと、これね、どのコンサルタントも共通していることなんだけど、必ず次に言うことは何かって言ったら、フォロワーを集めましょう、いいねを増やしましょう、友達を増やしましょうっていうことを言いますね。まあ YouTube であればチャンネル登録者数を増やしましょう、LINE であれば友達を増やしましょう、Instagram、Twitter であればフォロワーを増やしましょう、Facebook ではいいねを増やしましょうっていうことを言います。で、そのようにまず自分の会社の、SNS のですね、ファン作りをしましょう、ファンを増やしましょうっていうんですね。これね、おかしいと思いません？皆さん、おかしいって気づいてます？で、まずファンを作って投稿をしていいねとかコメントをしてもらいましょう。お客様とコミュニケーションをしましょう。そしてコミュニケーションを通して仲良くなって、そして、次のビジネスへつなげましょうっていうことを言います。ね、ほぼどのソーシャルメディアのセミナーでもこれがメインになっています。簡単に言ってしまえば、これにつきます。それに対してどういうノウハウ、どういうツールを使ってそのいいねを集めるとか、フォロワーを集めるとか、コミュニケーションを楽にするかっていうことはあるんだけど、基本的な根本のスタイルってそれしかないと思ってるんですね。だけど、ファンを作りましょうって言うんですよ。だけどですね、皆さん考えていただきたいのは、自分が、例えば、SNS 上で知り合った会社のファンになって、この会社のファンになったからお店に行こうとか、ファンになったからこの商品を買いに行こう、とかって思って買いに行きますかっていうことです。よく考えてほしいんですね。今まで自分が物を買ってきた中で、ソーシャルメディアで
その会社やその商品のファンになってお店に買いに行ったり行ったことってありますか？で、仮にそれがあるとしたら、それはあなたが今まで商品を買った総額の中で何パーセントですか？何割ですか？っていうと、半分以上っていう人は絶対いないと思うんですよね。で、3割もいないと思うんですよね。1割もないと思います。つまり、ソーシャルメディアっていうもので実際にファンを作って、商売につなげるってことはできなくはないです。ね、ゼロとは言いませんが、ただ皆さんが実際に買い物をしている中でどのぐらい増えたかです。ソーシャルメディアができてもう10年ぐらい経っていますけど、確かに SNS が出る前はゼロでしたからね。それは SNS が出て増えたっていうのは確かなんだけど、一人でも増えれば一人増えたわけなんで増えるんだけど、じゃあそれが半数以上になってるか。現にソーシャルメディアが日本でこれだけ普及していて、で、それで、まあこれからね、将来に向けて、これの2倍いくとして、まあ、2倍いったら LINE なんかもうね、日本の人口超えちゃうわけだけど、2倍、Twitter も9000万になるわけだけど、なったとして、Facebook も5000万になったとして、ならないけど、なったとしてですよ。じゃあ今の、ソーシャルメディアでファンになって、お店に行って買うっていう確率が、2倍以上になるかって言ったら、ならなくないですか？なっても、皆さんの売り上げの半分以上にならないでしょ。ということは、ソーシャルメディアでファンを作ってお店に行って買うっていうものは、なくはないけど、確率はすごい低いっていうことなんですね。むしろ皆さんがお店に行って買うのは、実際に商品を買った後で、その商品のファンになったり、お店に行った後でお店のファンになったり、実際商品を使ってみて、食べてみて、利用してみて、買ってみて、初めてファンになるっていうものじゃないですか。つまり、ファンになってから買うんではなくて、買ってからファンになるはずなんですね。なので、今までの、セミナーっていうのは、そこがね、おかしいんですよ。ゼロとは言わないんだけど、でも実際に、そのようなことをね、いろんなセミナーや書籍で、言ってきたところで、どのぐらい増えたかって言ったら、そんなに増えてないじゃんっていうことに、もう気づきましょうっていうことです。つまり、インスタグラムで新客を獲得する方法っていうのは、ファンを作って集めるんではないということです。ソーシャルメディアとしてコミュニケーションを通して集めるんではないっていうことですね。じゃあその手法を、この、セミナー教材ではお話ししています。で、2番目に紹介する LINE アットの方なんですけど、LINE アットはリピートさせるために有効ですと。つまり、まずは友達登録を、がむしゃらに増やして、がむしゃらに増やしてから集客するっていうツールではなくて、つまりファンを作ってから集客するんではなくて、ファンになった人に次に来てもらうために使うツールであるということですね。ということは、この2つっていうのはソーシャルメディアとして注目されているんだけど、実はソーシャルメディアとして集客してるんでは、サービスとして利用するんではないっていうことが学べる教材だということです。つまり、今までの皆さんがソーシャルメディアっていうもので考えている概念、考え方っていうのをゼロからもう一回考え直さなきゃいけないというですね、教材なんですね。その点に注目した内容になってますので、かなりショッキングな内容になっています。はい、内容なんですけど、まずは、インスタグラムビジネス利用に隠された新事実とはということで、ここがまずね、インスタグラムがなぜ今注目されているか、なぜ流行っているか、そしてビジネス利用する上にどこを気をつけたらいいかっていうのは、今起きているマーケティング、世の中の購買行動の変化っていうものに合わせて考えなきゃいけない問題なので、この部分を結構1時間ぐらい話しています。そして次に話すのは、皆さんのアカウント、お店をどうやって見つけてもらうかっていう方法、スポットでどうやって見つけてもらうか、ハッシュタグでどうやって見つけてもらうかという、どうやって皆さんのお店を見つけてもらって、商品を買ってもらう、来てもらう、使ってもらうっていうことを注視したのがインスタグラム編です。で、LINE アットは、その獲得した人にどうやったらリピートできるか、どういう活用したらいいのかっていうことについて話しています。さらには、ホームページに売り上げが2、3倍になる LINE アット問い合わせボタンをつけましょうっていうこと。これらのものを2時間59分収めて、レジュメ60ページに及ぶものを今回5000円で販売します。スカイプ1時間相談もついてますからね。
ぜひ買って勉強いただければなと思います。詳しくはこちらを見てください。インスパイアのことでした。ありがとうございました。バイバイ。